馬レース第1レースが始まります。予選競争目玉レース第1レースの開始を迎えています。並びの方は現在枠なりとなっています。ここでゲストの皆様に改めてお願いでございます。お買い上げいただきました勝ち船投票券は着順確定の表示がありますまで大切にお持ちください。第一競争対戦の6選手は1号艇群馬吉村茂樹、2号艇が今泉徹、3号艇小川智之、4号艇が橋本久和、5号艇が生間飛雄、そして6号艇が永瀬匠、以上6メンバーの対戦です。本番レースはどうやら枠なりとなっています。陰線には1号艇の吉村、この絶好枠は何とか生かしたいところ。インコースを取り切ります。2コース2号艇の今泉、3コースには3号艇の小川です。1走目は3着と船券の対象確保、角に引っ張った力量上位は4号艇の橋本ではありますが、昨日の11レースはインコーススタート2着と連帯、5コースそのまま若手の生間飛雄が入りまして、最アウト回り6号艇の永瀬です。予選競争目玉レース第一競争、本番レースは枠なりの3対3、追い風のコンディションは現在は 4,5 メーターとなっています。予選競争目玉レース第一競争、最終の進入体系定番通り、並びの方はインコースから1番2番3番4番5番6番の体系で今スタートいたしました。2コースわずかに好スタートを切っています。4コースから4号艇もちょっと覗こうかという体勢でありますが、さあ4号艇が先前体勢、内側のから3号艇が差していく、さらには5号艇6号艇と接近いたしまして、バックストレッチ向こう上面でありますが、大きくもたついてしまったのはこれは2号艇バックストレッチ向こう上面、3号艇が一定心優勢、その後でありますが2番から争いは3艇が並んでいます。5番4番1番そして5番手の追走6号艇の永瀬、最後方もたついた2号艇の今泉という体勢です。上位の体勢は現在は3番4番5番の体勢でホーム側に向いています。トップは3号艇の小川智之、2番手追走4号艇の橋本久和、その後3番手争いは5号艇若手の生間が踏ん張って、後方は1番6番と並んで大時計前を通過しています。その後でありますが、追い越されたのは1周1マークもたついた2号艇の今泉という体勢、上位の並びは3番4番5番の体勢となりまして、今1マークを旋回バックストレッチ向こう上面直線コースに入っています。トップと2番手の定冠があっという間に2停止半から3停止と縮まった形になりましたが、後方向かって5番1番6番、この3番手争いは3番手と4番手の定冠2停止差、その後ろも2停止差となっています。現在上位の並びは3、4、5、後方向かって1番6番2番という体勢で大胆マークの旋回です。上位2艇は3号艇小川、2番手追走4号艇の橋本、3番手5号艇の生間飛雄が粘っていますが、内側のからじわりじわりと今度は1号艇の吉村接近してまいりますが、それでも現在は2艇審判優勢、5号艇の生間粘っています。さらに2艇審査6号艇の永瀬が追走、最後方から2号艇の今泉という体勢、上位の並びは3番4番そして5番の体勢で今3周目の1マークを旋回いたしまして、バックストレッチ向こう上面直線コースに入っています。2連単の 3,4 の組み合わせでありますが、これは 10.6 倍、3連単 3,4,5 の組み合わせ 70.6 倍を示しています。後方向かって1番6番2番という体勢、ラスタンマーク旋回体勢、3号艇の側この後は第6競争に登場、2番手追走4号艇の橋本久和、トップと2番手の定冠若干縮まったんですが、それでも 3,4,5 の体勢は変わっておりません。第1競争予選競争目玉レースゴール、今近くで3号艇小川ゴールイン、着4号艇橋本ゴールイン、3着5号艇の生間粘ってゴールイン、その後ろでありますが1番6番最後方は2番がゴールインです。となっています。一般戦競争目玉レース第一レースの開始を迎えています。並びは現在枠なりとなっています。ここでゲストの皆様に改めてお願いでございます。お買い上げいただきました勝ち船投票券は着順確定の表示がありますまで大切にお持ちください。第一競争対戦の6選手は1号艇群馬吉村茂樹、2号艇が寺本翔平、3号艇萩原義行、4号艇が木村博、5号艇が金沢和弘、6号艇が栗原一馬、以上6メンバーの対戦、スタートまで今50秒前です。追い風のコンディションは6メーター前後が続いています。陰線には1号艇の吉村、
この絶好枠はなんとか生かしたいところ。その後方2コース2号艇の寺本、序盤戦は2着が2本あります。3コースに3号艇の萩原、そして4号艇の木村博士、ここは目玉指名、唯一の A 級レーサーでありまして角戦です。5コース5号艇の金沢、3着2本、最アウト6号艇新人栗原一馬、枠なりの3対3。開催5日目の群馬ダービー、上空の方は青空が広がっています。今オレンジの12拍子が今日最初の回転を始めています。開催5日目トップカードは一般戦競争目玉レース第1競争、枠なりの3対3。進入体系は定番通り、並びの方はインコースから1番2番3番4番5番6番の体系で今スタートいたしました。スリット通過後1周1マークへと向かう先行争い、最初の勝負どころでありますが、まずはインから逃げる体勢は1号艇、さあ2号艇が内、差しのハンドル、さらに3号艇外前、最内の方から今度は4号艇差し込んでバックストレッチ向こう上面でありますが、さあここはイン速攻を決めた1号艇の吉村、リードの方は現在3停身ぐらいです。2番手追走でありますが、4号艇の木村、外握っていった3号艇の萩原、後方は2番6番5番、向こう上面からこれから2マークの旋回、スタートの方は前提正常です。陰線を仕切る構えは1号艇、さあその後2番手争いでありますが、内側のから差しのハンドル4号艇の木村、3番手外握っていった3号艇の萩原、上位の体勢は1番4番3番の体勢となってレースはこれから2周目です。リードは3停身1号艇吉村、2番手追走4号艇木村、スロー2停身され3号艇萩原、3番手の追走、後方は2番5番6番という体勢でありますが、1号艇先前体勢、4号艇2番手の追走、3号艇も3番手はキープして1番4番3番の体勢、今度4番手に浮上2号艇の寺本翔平、5番手に交代5号艇の金沢、最後方から6号艇新人栗原一馬という体勢です。1番4番3番の体勢、トップ2番手2番手3番手それぞれ2停身半の差でありますが、さあ2番手争いが接戦、1号艇先前体制、3号艇がくるっと小回り旋回も4号艇が外握っていく、1番4番3番の体制変わることなくレースはこれから最終周回です。陰線を仕切ったのは1号艇吉村茂樹、リードの方は現在3停身ぐらい、2番手追走4号艇木村、その後ろは3停身半空きまして3号艇の萩原、3番手追走、後ろは2号艇寺本、5号艇金沢、並んでの4番手のスライ、最後方が6号艇の栗原という体制です。1番4番3番の体制変わることなく向こう上面、2連単の14の組み合わせ 8.7倍、3連単 143.36.5倍を示していますが、トップと2番手の定間があっという間に一定身半ぐらいになりました。後方単独3番手は3号艇の萩原、変わらず143か413に変わるのか、1号艇先前体制、4号艇がもう一度内側の方から誘うかという体制でありますが、上位の体制は1番4番3番の体制変わることなく最後の直線コースからまもなく第一競争はゴールを迎えます。今1着で1号艇吉村ゴールイン、2着4号艇木村ゴールイン、3着3号艇萩原ゴールイン、2号艇寺本4着、後ろは5番最高峰6番がゴールインです。本番でもピット離れ良かった6号艇の斉藤優、それに対して4号艇松下潤が少し前に動いていってという形になっていました。5号艇の深沢は6コースとなっていくという気配でしょうか。現在も上空曇り空のボートレース玉川、6レースの一般戦が始まっております。スタート1分前です。高枠1号艇吉村茂樹です。今節まだ船券絡みがありません。ラストの1走決めることができるでしょうか。2号艇中越弘樹です。準優は2周1マーク外に弾かれる格好となって敗れてしまいました。そして3号艇の塩崎正則、こちら準優は握ったものの膨らんでしまっての5着となっています。そして4号艇の松下潤、シリーズは内寄りで船券に絡んでいますが、ここは4角となっていきます。そして5コースに6号艇斉藤優、準優は3艇からも2番手争い、2周1マーク差し切れず3着でした。大外回り5号艇の深澤勤、今日前半の陰線は仕掛けに抵抗した分流れて3着でした。本番も3対3、外の2艇が入れ替わっています。人気は2番中越から6番斉藤、3番塩崎へ 1-2-3-4-6-5 です。
スタートを切りました。大外トップスタート5号艇の深澤ストーム、その後6号艇もじわっと伸びていきます。内手は2号艇がまず先まくり体勢、2号艇中押しが先まくり、懐狙ってまくり出し6号艇の斉藤です。スタートは前提正常でした。2コース先まくりの中越トップ、それを追いかけて6号艇斉藤と3号艇塩崎の2番手争い、インコースに振っては1号艇吉村、あとは5号艇4号艇です。2マーク2号艇中越、続いて1号艇が先に行くか、握ってかわしていった6号艇の斉藤、あとは懐飛び込んで3号艇の塩崎になっています。2番手争いですが、6号艇斉藤がかすかにリードか、内側から3号艇の塩崎もまだまだ2番手圏内です。2周回目注目2番手争い、3号艇に対して相当握り込んでいく6号艇の斉藤、斉藤が3号艇を引き波に乗せていきました。上位体系2番、6番、3番、現在2周のバック側です。トップ2番手、2番、3番手、定冠が開きました。そして4番手以降もそれぞればらけて、1号艇の吉村、5号艇の深澤、ラスト4号艇の松下です。2周にマーク、2号艇中越か、6号艇の斉藤、3番手、3号艇の塩崎と旋回、ホーム側戻ってまいりました。これから最終周回へと向かっていきます。インが若干へこんでいました。2コースから先まくり成功となりました。2号艇中越弘樹、2機の中心、続いて5コースからまくり出し斉藤優が2番手でターンしていきます。そして3番手は3号艇の塩崎正則です。上位体系2番、6番、3番変わっていません。後ろは1号艇の吉村4番手、5号艇深澤、4号艇の松下続いていきます。ここは人気の3名、昨日のいずれも準優組だった3名が上位を形成しています。2号艇中越か、6号艇の斉藤、3番手、3号艇の塩崎です。ゴール順はトップ2番の中越、6番の斉藤、3番塩崎ゴールイン、後ろは1番、5番、ラスト4番でゴールイン。以上第6レース一般戦でした。第6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。2連単2番6番460円、2連複2番6番350円、3連単2番6番3番1090円、3連複2番3番6番330円。以上でございました。予選3日目の2ボートレース場、続いては第6レースを迎えます。対戦メンバー1号艇群馬吉村茂樹、2号艇群馬木村博士、3号艇が東京熊谷直樹、4号艇三重中板雅史、5号艇東京国分翔太郎、6号艇東京北山光介、以上のメンバーです。定番通りの進入とどうやらなっていきそうです。インコースは1号艇吉村茂樹が入ります。セット交換でなんとか結果を出したいところです。2コースは2号艇木村博士が向かっています。今日は最終12レースの2走です。3コースは3号艇熊谷直樹です。昨日は2着3着でここまでオール3連対中です。4コースは地元の4号艇中板雅史は昨日は逃げて1着を取っています。5コースは5号艇国分翔太郎、今日1回走り3アウト。6コースは6号艇北山光介、昨日は1周2マークの抜きでシリーズ2勝目を飾っています。角は4コース4号艇中板が取ります。枠番通り3対3、2つに分かれました。このレースは3号艇熊谷直樹が人気の中心です。人気の相手としては3選手、2号艇木村、4号艇中板、6号艇北山と票が集まっています。少々強めのホーム追い風の中、6レース予選競争スタートまでまもなく残りは10秒となります。進入はインコースから1番、2番、3番ダッシュが4番、5番、6番です。
スタートしました。スロー勢コースタート1号艇吉村、2号艇木村、トップスタートは3号艇熊谷、逃げる1号艇吉村、3号艇熊谷、まくっていった、切り込んでくる2号艇木村、間から5号艇国分、内から6号艇北間が続く、まくった3号艇熊谷直樹が先頭、2番手は2号艇木村があって、3番手内から6号艇北間優勢か、外頭から5号艇国分、そして1号艇吉村が続く。スタートは正常です。2マーク3号艇熊谷クリア、2番手2号艇木村、3段ターぶん回していったのは5号艇国分、内をつく6号艇北間、今度は3段ター外から5号艇国分優勢も、内側から判定審から一定審査、6号艇北間食い下がって4番手です。1マーク3段ター内が抑えていった5号艇国分優勢に回っていく、切り込んでくる6号艇北間、内をつく6号艇北間が最接近、3番手4番手定冠が現在一定審査、へさきがかかる6号艇北間、外から5号艇国分、3番手外枠勢が接戦です。第2ターン幕派3号艇熊谷、2号艇木村がクリア、3番手内から6号艇北間先決まって、ここでも握っていったのは5号艇国分です。内側からしのっか6号艇北間、3段手6号艇北間が現在一定審リード、外から食らいつく5号艇国分、最終周回です。3周1マーク3号艇熊谷、2号艇木村クリア、3段手6号艇北間先決まっていく、5号艇国分がここでは懐を切り込んでくる、内をつく5号艇国分、外6号艇北間、3段手内側から迫ってくる5号艇国分、外6号艇北間、3段手接戦です。ラストターンマークはまくった3号艇熊谷直樹が先頭、2番手2号艇木村が旋回、3段手内を抑えた6号艇北間が先決まった、最後内をつく5号艇国分が迫ってくる、3段手の推移どうか、先頭3番熊谷五輪、2番手は2番木村が五輪、3段手は接戦か、外6番北山、内5番国分並んで合流、後方1番吉村、ラスト4番中木田五輪です。第6レースの確定は1着3番、2着2番、3着6番でございました。ボートレースなるとシリーズ初日のなるちゃんバースデー4周年記念、戦いは後半戦です。7レース予選を迎えます。対戦メンバー1号艇は吉村茂樹、2号艇武田光文、3号艇は清水桜、4号艇は平岡重則、5号艇は川田雅人、6号艇は竹内極む、以上のメンバーです。このレースも進入目立った動きありません。枠番通りの進入へと収まっていきそうです。ゆっくりとイン1コースに向かっていくのが1号艇の吉村茂樹です。吉村はオープニングレース道中さばいて3着としています。そして隣にコースには2号艇の武田光文、武田鳴門は3節連続優出中としています。このレースは人気の軸、センターの3コース伺って3号艇清水桜で1二三、引っ張って4コースの角4号艇平岡重則、前半はトップスタートから逃げて白星発進、5コース地元の川田雅人、後半のドリーム組、最アウト6コースには6号艇の竹内極む、今日はここ1回走りとなっています。枠番通りの3対3の進入となっております。7レース予選スタートまで残り10秒、進入コースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。6コース6号艇竹内がトップスタート、4コースから4号艇平岡もいいスタートから一瞬の1マーク、まずインから先制は1号艇の吉村、まくるのが4号艇の平岡、そしてまくり出してきた6号艇の竹内、左右中をついて2号艇竹田でバックスレッジ突破らせはまくった4号艇平岡、まくり出してきた6号艇の竹内、この両者ですが4号艇平岡重則が2艇進入勢、6号艇竹内の内から2号艇竹田が接近、スタートは正常、一瞬の2マーク、4号艇平岡がトップでクリア、2番艇2号艇竹田が流れたか、そのうちを
6号艇の竹之内、さらにその外から1号艇の吉村が全速戦、2番手争い6号艇の竹之内、一定新生もアウトから1号艇の吉村、そしてこの2艇のうちに進路を切り替えて2号艇の竹田、焦点は2番手3番手の争いで西の1マーク注目、2番手争い先前は2号艇の竹田、外を行く1号艇の吉村、内を指す6号艇の竹之内ですが、2番手争いうまく待った2号艇竹田が今度は2番手一定新リードも、内から6号艇の竹之内、外1号艇吉村、この3艇の2番手3番手争い続いて後方は5号艇川田と3号艇の清水、レース2周の2マーク2番手争い6号艇の竹之内が先前、砂漠2号艇の竹田光文、竹田の差しが届いている、内2号艇竹田一定新優勢、アウトから6号艇の竹之内が3番手、1号艇吉村少し遅れて4番手、順位に対しては4番2番6番でレース最終周回に入ります。最終周回の1マーク先頭4号艇平岡、2番手争い抑えていく2号艇の竹田、3番手うまく回っていった1号艇の吉村、合わされた形6号艇竹内4番手に交代、3番手逆転で1号艇の吉村、上位変わって4番2番1番、後方は6号艇竹内5号艇の川田、最後方3号艇の清水で、これからラストターンマークの旋回、初日連勝発進となりそう、4号艇平岡が今ラストターンマークトップでクリア、2番手2号艇の竹田、3番手1号艇吉村、6号艇竹内と少し接触があったか、3番手どうか、先頭4番平岡五輪、2番手2番竹田が五輪、3番手は6号艇の竹之内が優勢、1番5番5番1番は接戦、ラスト3番清水が五輪。第7レースの確定は1着4番、2着2番、3着6番以上でございました。ボートレース江戸川シリーズ2日目の戦いは第5レース予選競争を迎えています。対戦メンバーです。1号艇群馬吉村茂樹、2号艇兵庫大崎翔、3号艇群馬小倉康則、4号艇福岡宮地秀樹、5号艇徳島松下潤、6号艇愛知北野照樹、以上6選手です。陰線1号艇吉村茂樹、昨日初日の開幕戦2コースから差して制しています。今日はこの高枠一走です。2コースが2号艇大崎翔、3コース3号艇小倉康則、3艇フレを引いて4コース角1、4号艇宮地秀樹、高モーターの22号機パワー引き出したいところです。5コース5号艇松下潤、6コース6号艇北野照樹、初戦は風にも集団 F に巻き込まれてしまいましたが、船足手応えは抜群でした。人気は1号艇の吉村から4号艇宮地、6号艇北野へと集まっています。スタートまでは10秒切ります。第5レース予選競争です。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。2コースから2号艇大崎、6コース6号艇北野、コースタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇の吉村、差しは2号艇大崎、続いていく3号艇小倉、アウトコースから6号艇北野、内から4号艇宮地、最後方5号艇松下でバックストレッチ、先頭争いは差しが届いている2号艇大崎、アウトコース1号艇の吉村、3番艇3号艇小倉、差がなく4番6番、スターター前提正常です。2マークトップで2号艇の大崎が旋回、差し返して1号艇の吉村、アウトコースから6号艇の北野、内から3号艇小倉、ホームへ取り返しています。先頭は2号艇の大崎、わずかに優勢、さかなく2番手1号艇吉村、3番手6号艇北野、インコースから3号艇の小倉、4号艇宮地と追走です。2周の1マーク、トップで2号艇大崎、2番手は6号艇北野が先取る、差しハンドル1号艇の吉村でバックストレッチです。2番手に上がるか6号艇の北野、さかなく1号艇の吉村が追走、その後ろ離されて4番3番、最後方5号艇松下と続いています。2周の2マーク、トップで2号艇の大崎旋回、2番手は
1号艇の吉村、差しハンドル6号艇北野で方面と折り返しています。北野の差しが決まって2番艇と6号艇の北野が上がっています。3番手に1号艇の吉村、上位の体型は2番、6番、1番、2艇進行方4号艇宮地がついそうです。3周の1マークトップで2号艇の大崎が旋回、2番手6号艇の北野、3番手1号艇吉村で最後のバックストレッチです。先頭2番手定間4艇進、2、3番手の定間5艇進ほど開いています。1号艇吉村のインコースから4号艇の宮地が追い上げてきていまして、4番1番と3番手争いが焦点、最終コーナーです。3番手内側から4号艇の宮地、アウトコース1号艇の吉村振り切っていますが、3番手争い接戦です。まもなくゴールを迎えます。先頭2番大崎合輪、6番北野合輪、3着逆転4番宮地合輪、1番吉村、3番小倉、ラスト5番の松下合輪です。以上5レース予選競争でした。としてはラストの走りとなります。シリーズ4日目、第一競争が始まりました。スタート展示のスタイルは4対2で行われていました。アウトコース側には新人5号艇の産方、各選手がバックストレッチ側です。目玉レース予選第一競争、1号艇は吉村茂樹、2号艇は坂本紀勝、3号艇は金山律樹、4号艇は新田雄志、5号艇産方誠也、6号艇は高柳成明、以上6人の対戦です。4号艇の新田、このレースでは三重ただ一人となっています。ポイントは 8.40、 部品交換、ピストン、ピストンリング、さらにシリンダーケースと変えての一戦になる新田。新田雄志から内枠両選手への組み合わせがともに2連単では3倍台となっています。内から1号艇吉村、そして2号艇坂本と両選手はスタートコースへ向けています。坂本は後半は10レース再登場、3着が3つ、2日目には3番手争い競り合いというシーンが見られました。坂本紀勝は連勝ですと 6.67 にポイントアップとなります。現在は 4.75 のポイント。3コースは3号艇の金山、内から1番2番3番、そして新田雄志、4コース角1です。5コース6番高柳、6コース5号艇産方、第一競争スタートしました。並んだスタートになりまして先行争いとなっています。角から4号艇新田雄志が攻めるか、1、2コース内から1号艇吉村が回る、2コースを2号艇坂本は差し、新田雄志はまくり差し、内枠両選手の中をついて上がっていきました。バックストレッチ、ここで先頭に出ます。4号艇新田、リードは一定進くらいですが、トップに立ってバックストレッチ中間点を走り抜けて、あとは2番手か2号艇の坂本、内から6号艇高柳、この内から3号艇金山も接近、2号艇坂本の切り返し、4号艇新田の内詰め寄りますが、新田雄志が振り切りました。そして先頭大きなリードになりました。2番手争い、内から1号艇吉村の差し、中は3号艇金山、外が2号艇坂本、3艇接戦となって2番手争いで2周目に入っていきました。なおスタートは正常でした。先頭4号艇に行った、2番手争いは2号艇坂本紀勝が2番手で1マークをクリアしています。体勢は4番2番、前2人、先頭2番手両選手は抜け出しています。3番手が1号艇吉村、吉村もリードを取りまして4艇進くらいのリードで3番手 4-2-1 の順となっていまして、第2ターンマークの旋回です。2マーク4号艇新田雄志は軽快なターンを決めています。2番手が2号艇坂本、1号艇吉村はちょっともたついています。3号艇の金山が外から続いていまして、一定審査の4番手、あとは5号艇産方、6号艇高柳の順となっていまして600通過、
最終周回1マーク、4号艇に行った2番手が2号艇坂本、1号艇吉村が3番手キープか、3号艇金山が追いますが外から回って4番手、さらに内からは5号艇生方と4番手5番手両選手は並んで、あとは6号艇高柳の順、3番手は1号艇吉村ですがリードは2点半くらいになっています。2連単 4-2 3.3 倍で3連単ですと 4-2-1 は 9.7 倍のオッズ、内から5号艇生方接近、さらに3号艇金山の差しですが引き波がありまして1号艇の吉村が3番手キープでゴールとなります。4号艇新田優志1着、2着2号艇坂本、1号艇吉村の順ゴールインしました。3号艇金山、5号艇生方、6号艇高柳ゴールイン。目玉レース第一競争でした。水面風向きが追い風になっています。先ほどの4レースから追い気味になりまして、今は4メーターほどの追い風、そして気温は16度、だいぶ上がってきています。ただいまから一般競争の第5レース、メンバーは1号艇群馬吉村主撃、2号艇福井室田康文、3号艇長崎村上亮、4号艇福岡関裕也、5号艇佐賀北川太一、6号艇香川谷口智政、以上のメンバーです。内から1、2、3、4、5、6、1号艇の吉村主撃。今日のオープニングの1レースは3着に入りました。逆転の3着です。2号艇の室田が2コース進入、3コース3号艇の村上亮、後ろ引っ張って4号艇の関裕也、5コース5号艇の北川太一、昨日は前半戦逃げて初一着でした。シリーズは1走を除いてあとはオール船券絡み。6コース6号艇の谷口智政、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで2秒1秒、スタートしました第5レース、内側にて5スタート、あとは6号艇の谷口です。1周1マークの攻防はまず1号艇の吉村がインから回っていく、2号艇の室田が刺す、6号艇の谷口がまくり出して旋回です。先頭は先前から1号艇の吉村主撃、スタートは先手正常でした。押し切った1号艇の吉村、そして6号艇の谷口がまくり出して、アウトは2号艇の室田。1周2マーク、1号艇の吉村がトップで回る、2番手争いは6号艇の谷口、握って回ってきた2号艇の室田です。6番と2番の2番手争いは続きます。並走状態でレースはこれから2周目に入っていきます。2周1マーク、先頭は1号艇の吉村、そして2番手争いからは6号艇の谷口が行く、握るは2号艇の室田です。6号艇の谷口智政、2番手少し前に出てきました。一定身後ろ、まだ食い下がっていくは2号艇の室田です。目下の体型は1-6-2。2周2マーク、1号艇の吉村主撃、2番手6号艇の谷口智政、ここで少しリードを広げていきました。2番手3番手が2号艇の室田で、上位の体型は1-6-2。レースは最終周回です。4番手水垣、4号艇の関裕也、5番手が3号艇の村上亮、最後方に5号艇の北川太一です。最後のバック1号艇の吉村主撃、そしてまた2番手ラスになりました。切り返して回った2号艇の室田、6号艇の谷口の方がちょっと遅れた格好になっています。2番と6番は最後まで2番手競ることになりました。最終コーナーです。1号艇の吉村が先頭で回って、2番手ですが2号艇の室田、ここは2番手は2号艇の室田となります。逆転、3番手が6号艇の谷口で間もなくゴールです。先頭1番ゴールイン、2番6番の順でゴールイン、4番ゴールイン、5番3番でゴールインです。
第5レースの確定は1着1番、2着2番、3着6番以上でした。